久保です。今回ですね、 YouTube で集客をやっぱりね、私もしてみたいなと思いまして、 YouTube 集客の動画を上げてる方をちょっとリサーチしてるんですよ。 YouTube で集客に成功してる人ってどんな動画作ってるのかなと思いましたけども、ちょっと見てくださいね。これ3ヶ月前にアップロードした動画、 YouTube 集客術なんですけども、386人、それほど多いとも言えないかなと。1ヶ月で100再生ぐらいですか。まあでもまあまあね、これを目指す人も多いと思いますから、この動画もかなり役に立つと思われる方もいるんでしょうね。次行ってみましょう。次これです。 YouTube で儲ける集客術、 YouTube 動画マーケティングコンサルタント。これはね、期待できそうですよね。4年前にアップロードされて再生数2回、これこの方どうやって YouTube で儲けてるんですかね。2回ってことは、この人に、この2人の人ですか、で私がクリックしたから1回ですよね。4年間かけて1回しかクリックされてない動画に対して、どうやって集客ができて、どうやって売り上げ立ってるんでしょうね。不思議ですね。次行きましょう。はい、これはあと6年前に動画は、発信されてアップロードされて46回しか再生されてない YouTube 動画集客術。このタイトルがすごいですね。 YouTube 動画集客術、 YouTube 集客コンサルタントって書いてますけども、6年間で46人かよって思う方がいるかもしれませんけども、そんなことはないです。6年間で46人もすごいですよ。はい、次行きましょう。YouTube 集客術、6年前に動画アップロードされて、18回なんで年間3回の再生数を誇る YouTube 集客術の動画でございました。すごいですね。この動画上げてしまうのがすごいですね。はい、5年前に、動画がアップロードされております。 Facebook YouTube 集客セミナー2013年12月21日ということは、私の速稼塾がスタートしてちょっとしてからね、こういうライバルが現れたんですね。5年間かけて63回の視聴ということでございます。ライバルはやっぱりね、大事ですね。次、 YouTube 集客術ってありますね。お、これは期待できるか。 YouTube 集客コンサルタント、6年前に、動画アップロードされて161回視聴されてます。この方に学ぶ方が結構いますね。6年間でどうですか、160回再生する方法を多くの方が学びに来ております。はい、次ですね。お、結構かっこいい人が出てますね。海外 YouTuber の YouTube 集客術、再生数なんと1兆回。お、すごい、見たい。3年前で73回。1兆回いつ行くんだろうってね、500年ぐらいかかるのかもしれないですね。次行きましょう。お、 YouTube 集客セミナーサムネイルもかっこいい。これはなかなか期待できるぞ。 YouTube 集客するため原則と動画集客法ってあります。ほう、セミナー映像3年前にアップロードして882回か。マーケティングプロデュースしてくださる割にはちょっと控えめなマーケティングになってますね。ではもう一個ぐらい紹介してみましょうかね。別にオチができるわけではないと思いますけども。お、サムネイルもかっこいいですね。これは YouTube ビジネス集客術、最強の営業マンは常連さんです。そうですね。2ヶ月前、あ、最近アップロードされてます。3回視聴、これは一体で、2ヶ月前なんで、やっぱ YouTube の熱い波が来てる時にこの動画作ってくださったんですよね。マーケティングコンサルタントさんなんですけども、3回視聴っていうマーケティングはないだろうと思いますけどもね。でもまあ、ここでね、学びに来てる方がいるってことは、なんかの集客に成功してるんでしょう。皆さんも参考にしてみてください。で、まとめますとね、やっぱいろんなことに挑戦していただきたいってことなんですよ。この今ずっと並べました動画をね、鼻で笑って終わりじゃなくて、そうなんですよ、トライして、動画がね、たとえ1年間で3再生しかされなくても全然気にしなくていいってことなんですよ。まあ、いっぱいいっぱいトライして、中にはそういうね、低再生の動画もあるでしょう。でも高再生の動画、たくさん視聴していただける動画も量産する中に生まれてきますから、そうやってね、確かめていっていただきたいんですよ。だからね、人の再生数が少ない結果をね、見て笑うとか、同時にそれをね、自分が再生数動画アップロードしても少なかったら笑えるんじゃないかっていうふうに考えるってことは、やっぱりね、あまり意味がないというかね、そんなことしなくていいんですよ。で、もう一個言うと、動画をアップロードして、なんかね、嫌なこと言われるんじゃないかなとか、バカにされるんじゃないかなって感じるってことは、自分が誰かに対して動画を見た時にそう考える要素があるってことなんで、ぜひね、
この動画再生数がもう2ヶ月で3回でも、でもこうやって動画をチャレンジしてるんだ、この人はやっぱりねすごいなと、こういうタイトルっていうリスクを背負ってるんですよ。 YouTube ビジネス集客塾なん術なんてタイトルを書いちゃうと、こう再生数が少ない時に人からねあれこれ言われるんじゃないか、コメント欄荒れるんじゃないかなってことも込みでチャレンジしてくれてるんですよ。素晴らしい精神だと思いますよ。こういうふうに人っていうのは、まあ、うまくいった時だけではなくてね、うまくいってない時にどれだけねその一歩を踏みとどまれるかっていうのが本当の第一歩なんではないかなと思いますね。では皆さん頑張ってください。